はい、おはようございます。今、きれいにね、きれいな空をですね、飛んでるんですけどね、まいておりませんけどね、まいてない場合、こういう状況だということでね、ちょっとサンプル撮ってきます。今日はですね、4月4日、木曜日の今朝なんですけど、もうここ数日ですね、大変寒い天気でね、その代わり空気は、きれいな風がたくさん吹いてですね、空はきれいでした。で、昨日もですね、一応空チェックしたんですけども、結構たくさんチェックしたんですけどね、撒いていたのはね、JAL の1機だけね、私は確認できたんですけど、他はね、撒いてなかったんですよ。で、昨日夕方もとてもいい空でね、今朝も今のところ大変素晴らしい天気です。だから、そういう状況でね、天気も安定してるんですけど、飛んでる飛行機はね、ご覧のように見えるかな、ご覧のようにですね、全然白い尻尾を出さないんですね。ノーテールなんですね。これが、出し始めた。言ってるうちに出し始めたよ、ほら。やられたね。今だからこれはね、大変良いサンプルになりますけど、全く撒いてないでね、行くかなと思ったら突然撒き始めましたね。これ特定できてるんですけどね。JAL ですよ、これ JAL。穴かな？ちょっと待って、確認しますけどね。今、後でスナップショット撮りますけどね。これは面白いですね。突然巻き始めたでしょ。ずーっと安定した天気でね、全然巻いてなかったのを突然巻き始めました。これは非常にあれですね、確信犯ですね。ここを通過してから巻き始めたという確信犯ですね。ちょっと今もう特定できてるんですけど、スナップショット撮りますね。じゃあ、ひとまず、もうちょっと撮っとこうか。ひどいね、これね。せっかく今日もいい天気でいい空でですね、綺麗な空が続くかなと思ったら、始まりましたね。多分これから始まるんでしょう。とりあえず撮っていきます。ずーっとやってますね。ひどいです。ひどいでしょ。これがね、現実なんですよ。で、皆さん言うんですよね。気象状況の変化によってね、白く見えたり見えなかったりすることがあるって言うんですけどね。これは違うんですよ。こんなに安定したね、安定したずっと一定した条件の空の下でね、今突然巻き始めたでしょ。突然巻き始めて、またやめたかな？まだちょっと残ってますね。だからそれはね、その気象状況によるものではなくて、単純にですね、スイッチオンオフ、ケムトロールのスイッチオンオフをね、パイロットの指示を受けてやってるんですね。多分こちらの話してることはね、全部傍受されてるんですよ。スマホってのは全部そういうもんですから、こちらがやってることは全部ね、察知されてるんですね。で、今、通過してから巻き始めたところ。じゃあ、特定し、あのー、スナップショット出してきますね。はい、これジェットスターです。今日2機目ですね。昨日までの綺麗な青空上をですね、見事に巻いております。これは先ほどはね、アトラスエアでしたね。で、これはジェットスターです。まぶしいね。ちょっと少し撮っとこうかね。こうやって撮ればいいか。ジェットスターの飛行機が綺麗にですね、相当激しく巻いております。肉眼で見るとね、肉眼で見るとちょうど頭上ですね、真上をですね、西に向かって2本、はっきりとですね、ケムトレイのラインが見えておりますよ。ジェットスターです。今日は多分いっぱいやるんでしょうね。昨日は、JAL 1機だけだったんですけどね。で、何度もくどく申し上げているようにですね、撒いてるものは撒いてるんですよ。で、撒いてないものは撒いてないんですよ。当たり前のことなんですけどね。なぜそれをしつこく言うかというとですね、よく何度も言いますけども、撒いてる場合ね、白いのを出してる場合に、それが気象のせいとかね、それから大気の状況のせいでね、白くなることがあるってよくおっしゃるんで、そうではないんですよ。そうではなくて、撒いてないときはね、何も見えないんです。最近の飛行機はね、燃費もいいですし、撒いてないときはね、基本的に何も見えないんですよ。で、撒いてあればね、撒いていればご覧のようにですね、白いものがちゃんと見えるわけですね。それだけなんですよ。だからそのことはっきりと言います。では、ジェットスターね、スナップショットを載せておきます。今日は大変だね。これからですね、次はね、ピーチエアラインがね、来ますね。どうもピントが合わないんでね、なんでだろう。なんでかピントが合わないんでね。まさにね。ここからピーチ航空がね、来ますけども、どうでしょうか。ちょっと眩しいんですけど、そろそろ見えてくると思いますよ。今日はね、今のところね、アトラスエアートです。来たー！来たー！今日はアトラスエアとですね、それからジェットスターだっけ、
さっき特定じゃない。これ、ピーチはすごいね、これ。見てください、これ。もろ巻いてますね。今日は、いい天気だったんだけども、バンバン巻かれますね。これから今日一日大変なんでしょう。ピーチです、ピーチ。しっかりやってます。見事にやってますね。わあ、すごい。もう、これ長いですね。長くてしっかりたくさん巻いてますね。うん。ピーチやらないんです。一旦途切れてるけど、どん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 出してますね。しばらく映してあげようか。パイロットのね、これをパイロットやってる人はね、パイロットっていうのはエリートですよね。そのいろんな意味で、いろんな意味で能力的にもですね、いろんな意味でその、実力も、体力的にもその、いろんな、いろんな意味でね、パイロットという仕事はですね、その普通の人はなれないね、エリートの人がなる仕事で、誇りを持ってね、やってくださってるわけなんだけど、そういう人たちがね、こういうことをやってるわけですよ。なんとかね、自分たちのやってることをちょっと考えてください。こうやってね、せっかくね、激しい訓練をね、厳しい訓練を通り越してですね、立派なお仕事されてるんだけど、それで、このこと、こういうことですか。こういうことをやってるわけですか。なんとか、なんとかね、考えてください。ピーチは巻いてますね。はい。じゃあこれはスナップショット出しておきますね。はい。次はですね、先ほどのピーチに続きましてね、コレアン、大韓航空がね、やってきますけど、どうでしょうか。見てみましょう。昨日まではね、寒かったけど、なかなかいい空だったんですけど、今日、朝、とても素晴らしいね、美しい、綺麗な空だったんですけど、まあ、バンバン巻かれておりますね。アトラス、ジェットスターからピーチ、先ほどまでね。まあ、他にも巻いてるんでしょうけど、特定できたのはその3つなんですね。で、これから、来た大韓航空来ました。やってますね。今日はすごいね。もうなんか音楽をつけたいね。だんだかつけたいね。で、この辺はね、一見するとね、目の錯覚で上昇してるように見えるんだけど、そうじゃないですよ。ここもね、完全に水平飛行なんですよ。水平飛行でずっとね、巡航速度で、一定の速度で通過してるところなんですよね。だから、これをね、気象のせいとかね、大気のせいだって言わないでくださいね。すごいでしょ。大韓航空、すごいね。今日は韓国すごいね。これが、ケムトレールというものです。これがケムトレールですね。すごいね。こうやって、もう先ほど申し上げましたようにね、パイロットという仕事は、すごいその誇りを持ってですね、普通の人はなれないエリートの人のやる仕事なんですけどね。で、そうやって、今こうやってね、このケムトレールを巻くというそういった仕事をさせられているとかしてるわけなんですけどね。なんとかね、一人一人のパイロットの皆さん、なんとか自分のやってることを、ちょっと、見つめてほしい。そんなことをおこがましいとは思うんだけどね。見つめてほしいですよ。こういうことをやるためにパイロットになったんですか。こんなことをやるためにね、こんな空からね、毒を撒き散らすことのためにね、大変な訓練を経てね、パイロットになったんですかね。まあそういうことを言われたら、そんなこと言われたくないというかもしれないけどね。まあパイロットの皆さんだけじゃないんだけどね。まあこれ、大韓航空。じゃあ、スナップショット上げておきますね。すごいね。見事だね。今日は大変だね。はい。先ほどのこれは大韓航空がね、巻いたばかりなんですけどね。引き続きね、フェデックスがやってきます。フェデックスもちょっと怪しいぞ。もう、この間は、先日はね、やってきた。フェデックス来ました。今日はすごいね。皆さん、これが現実よ。現実ですよ。こうやってね、綺麗な空だったんですけど、もうバンバン巻かれてね、今日午後にはまあ真っ白な空になったんでしょうね。これフェデックスです。右側のこの残ってるのはこれ大韓航空の巻いたものですね。今来てるのはフェデックスです。もう忘れちゃうよ。アトラスでしょ？アトラス航空でしょ？ジェットスターでしょ？それから、なんだっけ？大韓航空もそうだし。だからこれフェデックスね。はい。あ、ピカッと光ってるね。これ、日の光を浴びて光ってるんですけど、巻いてます。で、これもね、非常に今、ここは大気が安定してるんで、普通の、通常の飛行だったら、こういう白い尻尾は出ないんですね。だから、これは、巻いてるから尻尾が出てるんであって、巻いてないものは尻尾は出ないんです。そこのところよろしく。だから、気象の
気象のせいとかね、大気のせいで白く見えるんだなんてことは言わないでくださいね。そういうこと言わないでくださいね。そういう変なこと言わないでくださいね。これは巻いてるから、こうやって白いのが見えてるんです。なんだっけこれ、フェデックスだね。もう忘れちゃう、わかんなかったね。まあ、時間が あまりないんでね、全部は取れないんだけど、まあ、もう一つ二つ取れたら取りますから、ね。はい、パイロットの人、パイロットやってる方。こういうことをしないでほしいですよ。うん、せっかくね、能力のある人が厳しい訓練を経てパイロットになったんだからね、大空を駆け巡るという夢を実現してるんですからね、そういう人がね、こういうことをしないでほしいですね。お願いします。はい。フェデックス。はい。引き続きこれベトナム航空。巻いてない。ちょっと一応撮ってみようか。途中から巻くってこともあるからね。ベトナム航空。見えるかな？画面上で言うと、ああ、ちょっとちっちゃいけどね。まあ、この辺、ここですね。この辺ですね。まあ、大丈夫だね。あ、巻き始めた。やり始めた。ほら。わあ、やった。うまく捉えたね。ちょうど上から巻き始めたでしょ。ベトナム航空、ベトナムさんやってないと思ったんだけど、始まったね。見事に捉えたね。ちょうどね、頭上を通過するあたりから始まりました。ベトナム航空です。こういうことなんだよね。これはね、どう見てもね、天気のせいで白いのが見えてるんじゃないんです。スイッチをオンしてね、巻き始めたからね、このラインが出てるんですよ。それは誰の目にも明らかでしょ。これは変な理由、こじつけでね、その気象のせいとか天気のせいとか言わないでください。これは基本的にスイッチをオンしたからこうやって巻かれてるんです。はい、ベトナム航空です。うまく捉えました。途中から巻き始めました。今日大変です。これは JAL です、JAL。我らが JAL がやってますね。もうさっき巻いたのをね、チェックして、スナップショットを撮ってる間にね、もう次のがどんどん来るんだよね、今日ね。JAL さんやってるね、すごいね、これ。こうでしょ。これ JAL です。我らが JAL がやってますね。すごい。今日は、忙しいですね。ちょっとやることあるんだけど、ちょっと今、時間帯によってね、ちょうど今の時間はね、後から来るんですよ。後から来るんでね、でチェックしてると、やっぱ結構今日は かなり高い確率で巻いております。この JAL です。JAL もケムトレールを行っております。はい。ちょっとまたすぐスナップして撮りますね。はい。ちょっと目を離した隙にやられました。すごいね。もう今日はすごいね。これはね、スプリングエアラインがね、爆巻きですね。すごいでしょ、これ。鮮やかに巻かれた。ちょっとね、あれですよ、その前に巻いたやつをね、ちょっとね、そのチェックして、その、スナップショット撮ってる間にね、もうすぐ次の巻かれちゃう。大変ですよ。スプリングエアラインがね、激しく巻いております。今日は、もうやられちゃったね。これを愛好家の人にね、知ってほしいですよ。たくさんの人に見てほしい。このようにしてですね、毎日、ケムトレールというのは行われてるんですね。気のせいとか妄想とかその陰謀論とかそういうもんじゃないんですよ。毎日こうやって巻かれてるんです。これは現実なんです。はい、スプリングエアラインです。もうそろそろおしまいにしたいと思うんだけど、キリがないけどね。まあこういうことです。引き続き次は JAL ですね。もう一回 JAL。 この右側のすごいのはね、たった今先ほど巻きましたですね、スプリングエアラインのすごいラインなんですけど、広がってきてますけどね。もうすごいね。これからね、JAL が来る予定なんですよ。同じようなコース、開きましたね。これは巻いてない。これ、ここに見えるけど、これは巻いてないね。あ、巻き始めました。始まった。やった。どういうことなんだ、これは。やってないと思ったらやった。これは、右側のはスプリングエアラインのすごいやつね。これは JAL です。今巻き始めたとこです。このようにしてね、巻いてるんですよ。はい。頭上通過しますね。これもすごいね。はい。JAL です。JAL。日本の会社の JAL がね、ケムトレール巻いております。JAL という会社は、ケムトレールを巻いてる会社です。まあいいや。いろいろと言いたいことあるけど、映しとこう。とりあえず今日は記録しとこう。はい。これ JAL ね。こちらはスプリングエアライン。こっち JAL。スプリングエアラインっていうのはどこの会社だっけ？私もわかんなくなっちゃうね。はい、すごいね。はい、JAL は巻いておりますよ。うん。
ます。またすぐ次のお風呂から来るから、もうそろそろおしまいするけど、はい、はい、残念なことですけど、またアナですね。これアナが巻いております。先ほどは JAL が巻いておりますけど、これはアナです。だから日本勢もね、ちゃんとやってますね。でもうキリがないのでね、これ最後にします。ちょっと私も出かけなきゃいけないんでね、これは最後にしますけど、今日はもう覚えきれないね。アトラス、ベトナム、ジェットスター、ジャル、アナ、あとなんだっけ、ピーチ、うん、あとなんだっけ、みんな巻いてるね。だ今日はもうみんな総動員で巻いてるわけですね。はい、アナも巻いておりました。もう、この後午後もずっと巻き続けるんでしょうけど、もうキリがないのでね、これでおしまいします。だからこの状況を分かってくださいね。これだけもうやられてるってことですよ。これを分かってください。では、ひとまず終わります。さよなら。